おお、ジャミ、ジャミが褐色になって帰ってきた。すげえ、なんか実写版アリエルみたいな。でもあれって別にさ、あの黒人だからその叩いてるとかじゃなくて、普通にそのアリエルもともとなんか白人みたいな、そういう背景があるから、そういう原作へのあれがあるからみんなそれに対して言ってるんじゃない。別にだってさ、ジャングルブックとかそういうさ、なんかアジア系のさやつに、逆にそっちに白人が起用されたら叩くだろうし、それが黒人差別で別に叩いてるわけじゃないと思うんだよなっていうのを俺は言いたかった。でもさ、その演者の方も結構なんか、私が黒人だからみんな叩いてるんでしょみたいなツイートとかしたりしてたから、なんかそこじゃねえんだよなみたいな。あー、ツイッチでこの話されるとバンされるんだ。別に差別を肯定してるわけでも否定してるわけでもないからな。やっぱツイッチでも厳しいんだよな、そういうところって。植毛とかどうなの。俺結構植毛についても今調べたりしてるんだよね。なんかさ、一回この後ろの部分のあのさ、波平とかを思い浮かべてみればわかるけど、側頭部って髪の毛って絶対剥げないじゃん。上の部分と側頭部ってなんかそれぞれ部門が違うらしくて、でなんかここら辺の畑を刈り取って、土地を、なんでここ部分だけ皮膚ごと引っぺがして頭の上に移植するみたいな、そういう植毛も今なんか流行ってるらしくてね。なんかいろいろなんかハゲに対するなんかすごい無限の可能性があるというかさ、そう、皮膚ごと移植するらしい。こう引っぺがして皮をね、で皮をもう皮ごと持ってくらしい。すごいよな。